more of the story. Well, not really. さっきの警察官は？アコライツのホムンクルスです。人造人。Held by their empty faces. Oh my god, you're one of them! そんな、映画とか特撮じゃあるまいし。特撮じゃないなら、錬金術を使えばいいんです。変な悪魔を呼び出して、負けたら溶けてき。人造人間ですからね。とにかく。説明する手間が省けました。ああいうのがあちこちに潜んでいる。警察は危ないんです。警察に届け出るのは、主犯を取り押さえてからです。連続行方不明事件、連続失踪事件は、やはり連続テレビ局のカメラクルーに誘われれば、人はあまり警戒せず、ロケバスだしと軽い気持ちで車に乗ってしまうでしょう。犯人はそんな油断を利用して犯行を繰り返していたんです。どうしてこの繁華街に？理由は2つ。ここで応援と合流します。その応援が、そしてもう一つ、ネットの目撃情報で、この繁華街で例の行ってみましょう。そこで様子を見て、怪しいところがなければスルー。怪しかったら、こちらが仕掛けなくても向こうから仕掛けてくるでしょう。護衛対象のあなたを危険に巻き込んですみません。しかし、増援と合流するまでは私たちと一緒に行動を。うん、わかった。噂をすれば影、あのロケバスですね。見つけた。They're using the bang bus as a tool. ですか。How dare they? デビルダウンロード。I know what MP is. I've played a video game in my life. ちなみに私は MP というと、MP5 が思い浮かぶ機関銃ですよ。Of course I've heard of it. I did 1.6.忘れていたことがある。リーダーについてだ。そう、要はお気に、難しく考える必要はない。気楽に変えてみようぜ。僕が相手だ。あ、何だい。今はサポートデーモンのサマノ。I don't know what to do. Remind me.
ロケバスのカメラクルーを叩きのめしましたが。これ、さっきのホモンクルスじゃなくて、普通の人間？カメラクルーは本物のテレビ局員ですね。それって。At least it dragged her into an expensive looking car. しょうもない奴らがおるな。お前ら皆殺しにせんと安心できんのか。相手してやるのはあとあと。ホムンクルスと遊んでろ。デビルダウンロード。慣れたかな。逃げられましたね。大丈夫ですよ。向こうが欲しいのは証拠の動画です。最初から取引に使うつもりでさらったのです。殺されはしない。それに手は打ってあります。彼女に渡して飲んでもらったドリンク、特殊な量子物質を含有したものです。波長を追跡可能です。天ぷらドラゴンにルーキーさん、どうしたの？例の少女はどこ？上田リリン、コードネームはアイリーン。The fuck kind of code name is Eileen? なさそうな感じだけど。Does everyone likes to come on her? で、守んなきゃいけない女の子って？さらわれてしまったのです。しまったのです。じゃないよ。どうすんの？あなたはさっき叩きのめしたロケバスのカメラクルーを確保して、事件の黒幕を告発する準備を。私たちで彼女を救います。いいけど、こんな新米と一緒で大丈夫？結構頼りになるんですよ、この新米さん。It's devolved into grunts. We're fighting because of grunts. また少し強くなったみたいだ。ここは悪いな、君。せやけどな、事件のこと暴かれるとやばいや。みんな困るや。君を餌にして最終的には皆殺しやね。あの、
どうしてこんなことしてるんですか？これが世界の計算なんよ。計算？この世に無駄なものはない。でも放っておくと無駄になるもんはある。世の中を作り変えるに邪魔な人間がおる。それを選ばれた人間のためにリサイクルせにあかんわけ。わかる？何それ？まあ君みたいな雑魚にはわからんやろうな。そこまでです。彼女を返していただきます。デビルダウンロード。みんな無事だね。今の敵は足止めに過ぎない。シモノを追いかけましょう。しゃあないな。俺の悪魔で相手したるわ。その前に一つだけ質問です。どうしてあなたのような有名人がアコライツとしてあんな事件を？そんなんテレビ屋の本能や。人間の悪意だけが視聴率につながる。芸能界は怖いところでな。俺も昔は普通のアナウンサーやったけど、今はアコライツの力で犯罪や不祥事をもみ消すように。ベニタスは全てを変える。ぶっちゃけこの世界はあと数年で崩壊する。崩壊？随分適当な表現ですね。崩壊は崩壊や。それもベニタスの計算。さあもうええやろ、始めようか。僕の悪魔たち。僕が助ける。無事だね。Putting a lot of effort into this. クソったれが。殺したりはしません。仲間があなたを確保します。ベニタスの計算は完璧や。お前ら無駄なことしとるわ。計算が完璧かどうかは知らないですが、ちょっとした不確定要素で計算結果は変わります。そして私たちがその不確定要素です。それでは。よくやってくれたルーキー。 Today's メガキン功労賞をあげちゃう。功労賞はまあいいとして、事件の後片付けはこっちでやるよ。しかし象徴的な事件だった。どういう意味です？踊ってみた動画が事件解決のきっかけで、犯人はテレビ屋さん、今はメディアも個人の時代だ。
昔ならマスコミに潰されるだけのミニコミがスマホやメガチューブのおかげで力を得ている。そういう意味での象徴ね。ルーキー、君は才能がある。ダウンローダーとしてのね、今日から正式にメンバーだ。もう分かってるんだろう、実は後戻りできないんだって。スズメが必要だ。ん？スズメ？スズメは普段は稲を食い荒らす害鳥だが、害虫の繁殖期にはそれを餌とする益鳥となる。害鳥も益鳥となるように腕利きのアクライツを集めようじゃないか。こんな商品はいかがでしょう。きっと役に。ルーキー、悪魔召喚アプリの新機能知ってるかい？なんと仲間を好きな場所に召喚して写真が撮れるんだ。面白そうだろう？早速試してみるしかないよな。某所から動画をお届けします。まずは巷で大流行のあれを紹介する前に、ちょっとした注意喚起やっちゃうよ。最近新宿で変な薬が出回っちゃってるらしい。その関係であの辺はずっとピリピリしてんのさ。この動画を楽しんでくれる良い子と悪い子のみんな、気をつけな。もちろん薬をやるのはダメだ。その代わりに、そんなもんなくても盛り上がれる動画を俺が提供していくぜ。わお。それじゃあ早速、巷で大流行してる新型ハンドスピナーをチェックだ。They must have been put out when fidget spinners were a thing. よし、あとは編集作業を。もう少しかかりますか？もっと、いかにルーキー。もう来てたのかい？He's clearly saying rookie, not newbie.
Like, you don't need to translate things that are already in English. You certainly don't need to mistranslate them. エアガンは BB 弾を飛ばしますが、環境の影響を大きく受けます。実弾と違い、軽いプラスチックの弾を弱いパワーで飛ばすからです。そのため、季節に合わせてホップアップパッキン、つまりゴムパーツの硬さを調整することで、理想的な弾道を獲得します。また、これはとても繊細で、取り付け技術によっても性能が大きく。What the fuck does this have to do with anything? なあ、そろそろ。本題に入ろうぜ。君たちを招集したのは他でもない。今の動画でも注意喚起したんだが、新宿が今ホットだ。暑いのですか？ああ、下手に触るとやけどするぐらいさ。ジュッってな。あの一帯でアコライツの活動が盛んになっているのだ。ホットっつったのはそれだけが理由じゃない。ドラッグ戦争だぜ。アコライツのやつら、新型ドラッグ2の流通させやがった。これじゃ以前まで通常のドラッグで儲けてたハングレどもは、ディーモンガングウォー。ハングレのやつら、アコライツを潰そうと仕掛けたらしいが、すぐさま返り討ちだ。Does that mean we're gonna join the Yakuza? 違う。ちなみにハングレというのは、暴力団に所属せずに活動する犯罪者集団のようなものです。いえ、何か鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしていたので。もともとそういう顔でしたか。失礼しました。もうわかると思うが、この一件君らに捜査を頼みたい。そんな顔するなよ。前にも言っただろう、悪魔絡みの事件はダウンローダーしか解決できない。一つ頼まれてくれ。別にハングレどもの力になれって言ってるんじゃない。まだ情報が錯綜してるんだが、この新型ドラッグ何かあると、この俺は予想してるんだ。あまり報道されてないが、ここ最近犯罪率と自殺率が跳ね上がってる。その時期ってのがこの新型ドラッグの流通時期と重なる。どうだ、善良な市民としちゃ放っておけないだろう。だからな、頼りにしてるぜブラザー。おっと、捜査に行く前に一つ言い忘れがあった。こいつはちょっと I'm pregnant and it's yours。 実戦を経て成長期のガキみてえな伸び盛りのお前さんだ。もう資格は十分だろう。アウラゲートってのが東京の地下にできたよくわからねえダンジョンさ。ここは人の魂を好物とする悪魔や妖魔の住処なんだそうだ。天使なんてのもいるらしいが、俺はベッドの中でしか見たことない。でまあ、そのアウラゲートの門番ってのが会いに来てるんだ。とりあえず話を聞いてみようぜ。カモン、門番。呼ばれたかな？どうも。生まれる国を間違えた道教研究者兼ゲートの門番。そしてジャッキーよりもサモハン派。サイカはセーランだよ。よろしくね。はあ、相変わらずここの家具、風水的に微妙な配置だね。私に任せてくれれば、運勢爆上げ。すぐに天国に行けちゃうよ。まずこの辺の壁に穴を開けたいね。風を通したいよ。あいにくとヘブンよりこの世が好きな男。それが俺なわけ。風水に従えばオールオッケー。けれど逆らってもいいことないよ。それでもいいの？後悔しない？壁に風穴開けられずに済むのはいいことなのでは。相変わらずリカちゃんは変わり者ね。この件に関しては
あまり言われたくないのですが。ヘイヨー、ガールズトークはそこまでだ。ルーキーが退屈してるぜ。アウラゲートの話だ、門番。しょうがないね。アウラゲートは古くは龍脈と呼ばれた異空間の一種よ。人の悪意や善意などの気の流れ、さらには集合的無意識の具現化する場所でもあるの。まあ強い連中がうじゃうじゃいる場所ってイメージで大体 OK。 これから君たちをその場所にご招待しようと思うのだけど、サクッと死なれたんじゃ寝覚めが悪いからね。まずはこの私が腕を確かめてあげるわ。ほらほら、表に出て出て、バトルよバトル。さあ行くわよ。デビルダウンロード。力になれたかな。オッケーだね。悪くない腕してるよ。アウラゲートへの侵入を許可してあげるわ。なんて上から言っといてなんなんだけれど、実を言うと君たちに頼みたいことがあるのよ。アウラゲートに起きている異変、その調査をお願いしたいの。ま、詳しくはゲートの中で話すわ。ゲートの入り口は開けておくから後で来てちょうだい。待ってるわよ。それじゃ、ザイちゃん。一方的にまくし立てて帰っていきました。まあいつものことさ。異変とやらも気になるし、後でアウラゲートに行ってみようぜ。もちろん新型ドラッグの操作も忘れずにな。それじゃあ Here we go。私のこと忘れてないわよね。同居を研究者にして風水師、そしてこのアウラゲートの門番。彩花はセーランよ。改めてよろしく。女神セイランよ、今後ともよろしく。さて、アジトで話した通り、君に依頼があるの。内部に派遣した調査隊が消息を絶ってしまった。彼らの行方を捜索し、救援する手伝いをしてほしい。頼りがいがあってお姉さん嬉しいわ。これはリベレーターズ公認の任務。アウラゲートを探索するには D2 の力が必要なの。死ぬかもしれないけど、よろしくお願いね。それじゃ早速出発しましょうか。大丈夫、必要なことはお姉さんが逐一説明してあげるわ。さあ目を閉じて、気の流れに身を委ねて。
無事気の流れに同期できたわね。ようこそ。ここがアウラゲートよ。まさにダンジョン。いろいろと説明したいことはあるけれど、まずは少し歩いてみ、探索の基本から教えてあげるわ。アウラゲートは幾重にも重なった階層構造をしている。その各階層において稼働の中心というべき存在がいるわ。その存在をいわば門として別の階層同士がつながってるの。全然分かってないという顔ね。ならこう言えばいいかしら。奥にいるボスを探してそいつをぶっ倒せば次の階層に行ける。どう？分かった？それじゃあ出発。迷子になるんじゃないわよ。移動は問題ないよね。でも私たちのスタミナは無制限とはいかないわよ。さあ行けるうちに先に進みましょう。敵の前も言ったと思うけれど、ここは悪魔の巣窟。強いやつがうじゃうじゃいるわ。戦闘は避けて通れない。だからこそ D2 が必要。さあ来たわよ。戦って。無事だね。見て、ここアウラゲートはマグネタイト濃度が濃いの。つまりここでは極めてマグネタイトを手に入れやすい。マグネタイトは悪魔合体に不可欠な物質でしょ。それを集めるならアウラゲートが一番ってこと。覚えておいて。見て。ようこそ迷い人よ。ここは回復の泉。あなたの傷と疲れを癒しましょう。アウラゲートではどんな不思議なことも起こりうる。君にとってプラスになることもマイナスになることもね。覚えておいて。
何か拾ったわね。アウラゲートにはいろいろなものが落ちてるのよ。遠慮なくもらっておくといいわ。待って、この先に気の乱れを感じるわ。風水ってのは気の流れを読むものなのよ。当然でしょ。考えるな、感じるんだ。バーイブルースリーよ。強い気配がこの先の一箇所に渦巻いてる。間違いない。扉の先にボスがいるわ。やる気満々ね。でもダメ。調査隊のことはもちろん心配だけど、今回はチュートリアル。初めて来たその足でいきなりボス戦なんて性急すぎるわ。ま、命大事にってことね。次に来る時までに強い悪魔を揃えておいて。それじゃ一時撤退よ。 Fuck you. 目を閉じて。 Fight the boss. 君の世界を見ないで。 Beat that boss's ass. Way over leveled. I didn't even clear the floor. I didn't kill the boss. くれたのね。改めて探索を再開しましょう。その前に何か確認したいことはあるかしら。ここにいる悪魔は誰かがダウンロードしているわけじゃないわ。もちろんアコライツが関わっているという痕跡もない。悪魔はもともとここにいたの。アウラゲートが発見されたその時からね。だからこそ調査隊も腕利きの D2 で編成していたんだけど、完全な誤算だった。こうもあっさり消息を絶つなんて。だから早く見つけなくちゃね。今回はボスも撃破するわよ。さあガンガン行こうぜ。That said, it would start me where I left off. This is not where I left off. ちょっと待って。改めてボス部屋へ向かうわけだけど、現在地は把握して。Unless I can go to the boss from the map, fuck off. 風水であれ、ダンジョンであれ、方位はとても重要よ。現在地は常に把握すること。いいわね。ボス部屋アウラゲートでは戦闘で疲弊してきたら交代するのも手よ。龍神式行きます。 Good. Force me to use my lesser party.Oh, good. Sets him up to get attacked, too.
れました。Oh, this is already the first time I came here. Holy shit, just let me fight the boss already.Yeah, I wasn't ready for that.撃破できたわね。上出来上出来。目の前に妙な渦が見えるでしょ。これがゲートよ。このゲートを通じて空間同士がつながっているの。あれに飛び込めば次の階層に行けるわ。ほらほら怖がらないで。ダイブダイブ。どうやら無事つい…まあ、アウラゲートは塔じゃないし、そもそも建物じゃないから、階層なんて言い方は、あくまで便宜上だけどね。ともあれ、第一層クリア、おめでとう。ひとまず、基本の基本は把握できたみたいね。今日は疲れたでしょ。一旦仕切りの次の機会に本格的に調査開始としましょう。頼りにしてるわ。Oh, kick me out prematurely again. Apparently, it closes in 20 minutes.気づいていたかい？この町で活動している D2 は他にもいるってこと。ほら、あそこにも。おい。俺たちは悪魔召喚アプリでつながってる。悪との戦いもソーシャルな時代。俺たちは一人じゃないってことさ。All right, praise you.All getting praise.Why the fuck not? I doubt I need to. 見てくれ、本部から資金が送られてきたぜ。残念ながら。
勇気や正義の心だけじゃ戦いには勝てないんだよな。どんなにカッコつけても先立つものは必要ってことさ。有益に使っていこうぜ。Freedom, but what? こちらはリベレイターズ本部だ。オーダーが発令されている。確認してくれ。 And I've already fused. I'm not sure her name would be. I'm not sure why it brought me here to do it. Fusion happened.フリビエートビーツ、悪魔が君を待っている。What if I want to make one of these?フリビエートビーツ、悪魔が君を待っている。いいだろう。あら、合体は成功だ。Two, use the level one. Fusions. Subarashiki akuma ga tanjou shita zo.I think I just need to talk to the demon and I should be done, right? Praise. Praise Jesus. さて新型ドラッグの捜査に来たわけですが、Back on the rails. 情報ですと被害者がこの病院にいるそうです。おそらく一番新しい出来たての被害者のはずだ。一番新しい被害者、銃なら撃たれたてってところですね。当然だが面会許可なんてものは持ち合わせてね。注意しな。ではスマートに行きましょう。入院中の友人に会いに来た。そんな顔で、自然な歩行で。ああ、強盗犯が銃を隠して店に入り込むみたいですね。ああ。少しテンションが上がります。楽しいですね。ですよね。誰もが一度は憧れるシチュエーションです。本番前に何度も通い、出入り口や人員、家具の配置を覚え、逃走経路も綿密に計算し、確実に逃げ切れるように準備。
そしてついに仲間と共にいざ本番。万事うまくいって隠れ家へ逃げ込んで大成功と思いきや、今度は独り占めしようとする仲間とホットなガンファイト、盛り上がること間違いなしです。心温まるトークもいいが、ここ目的の部屋だぜ。ちょいと邪魔するぜ。はい、どなたでしょうか。残念ながら強盗犯ではないので、どうぞご安心ください。ああ。ちょいと生かした君とお話しよう。おっと、警察関係の人じゃないですね。何の用ですか。なぜあなたはハサミを手首に当てているのでしょう。決まっているでしょう、自殺するためですよ。何ですか、あなた方は私の自殺を邪魔しに来たんですか。そのつもりはなかったのですが、目撃した以上は止めるべきかと。ああ、もう邪魔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 、みんな邪魔。こいつはかなりハイなご様子だな。二人とも気をつけてください。あの人、悪魔が取り付いています。来ますよ。来い、僕の悪魔たち。あれ私、何を。あ、腕から血が。どうやら正気に戻ったようですね。That's a normal just in time to bleed to death.育む下法の園です。 And how do I upgrade the place?捕食を始めましょう。秘術は成功です。人と悪魔をつなぎし霊域、バンマの社へようこそ。もっと悪魔が欲しいです。
デビルダウンロード。ドラッグについてお話しいただけますか？ドラッグ？ああ、あれのこと？ Drugs? What drugs? Oh, the drugs! なるほど。VR ゴーグルによる電子ドラッグでしたか？はい。薬物と違って体に害を与えずに肺になれるって触れ込みで。害が一切ないなら一度は試したくなる気持ちは。VR ゴーグルをかけて変な映像と音楽を聴きながら眠るんです。それで目覚めた時はもう自分が異空間にいるみたいで、体の感覚がないっていうか、脳髄だけで異次元を飛んでるような、そんな気持ちよさがあって。そこに悪魔が関わってきたら何が起こってもおかしくないわな。なぜ先ほど自殺しようとしていたんですか？今は分かりません。でも私、入院したのは交通事故なんですけど、赤信号を見ていたら赤は進めだって思っちゃって。なんでなんだろう。なあ、俺の言葉覚えているか？新型ドラッグの普及とともに犯罪数と自殺者数が増加しているですか？電子ドラッグである以上、警察や病院の血液検査では反応せず、もちろん悪魔なんざ普通のやつは認識すらできねえ。結果、誰もが犯罪も自殺も薬物が原因とは考えない。なるほど、よくできた手法ですね。アコライツが関わる以上、彼らの何かしらの目的がある気がします。犯罪の傾向などから予測できるかもしれませんね。急増したのは殺害に障害だ。いきなり殴られたり刺されたりってな。あとは住宅に意図的に車で突っ込んだり。共通点は犯人と被害者に接点が特にないってこと。そして被害者は有名人や指揮者とか呼ばれる連中が多い。そこにアコライツの目的が。アコライツ？悪魔？こちらの話さ、気にせずに元気に養生しな。悪魔を駆除した以上もう自殺する気はないでしょうが、それでも気をつけてください。人生死んだら終わりです。どうせ死ぬなら。 Turns out she's just miserable and wants to die. 何倍も有意義です。ほら、また悪魔って。気にしないでください。それより、どちら様でしょう？殺す殺す殺す、お前を殺す。私？分かりやすくて大変結構です。来るぞ。来い、僕の悪魔たち。
な無事だね。アコライツじゃないな、単なるドラッグの犠牲者が。彼女に取り付いていた悪魔が消失したのを察して送り込まれてきたのかもしれませんね。証拠隠滅のために。こんなのがそこいらにいるとなると、この人数じゃしんどいな。タフな仲間と合流するとしよう。チームでワークだ。ソンシャンとリリンに協力してもらおう。了解です。では行きましょうか。邪魔したな。今後は気をつけるんだぜ。ちょっと、この男の人どうしたらいいのよ。リリンとソンシャンは今どちらに？リリンのバイト先の水着カフェで合流するように伝えてやる。ああ、あそこですね。おや？アコライツの悪魔でしょうか。何にせよ向こうはやる気のようだ。僕の悪魔たち。無事だね。先を急ぎましょうか。水着美女が待ってるぜ。お疲れさん。戻って、バンマの社はどうだった？悪魔の育成ははかどりそうかい？これまで見てきた通り、このアジトシェアハウスには俺たちの戦いをはかどらせる様々な施設や設備がある。義神教会、バンマの社、他にもまだ見ぬものもいろいろとね。でもそうした施設の機能の全てが最初から提供されるわけじゃない。機能を開放するにはアップグレードが必要なんだ。こんにちは、D2 さん。うん、ケチケチせずに最初から全部使わせてくれよって。まあそうだよね、気持ちはわかると思う。でもね、この家バカみたいに維持費がかかるんだよ。
結界とか地下施設とかよくわからない謎の危機とか。俺の収入だけじゃ賄えないんだよ。それがリアルな現実なんだよ。というわけでアジトの維持に貢献すると思ってさ、アップグレード頼んだぜ。ここはバンマの社、霊視をお持ちのようですね。では覚醒を手ほどきしましょう。召喚される悪魔は普段はその力の一部しか発揮していません。通常悪魔はその存在の近似値を再現して召喚されているからです。ですが霊視を用いることで本来の形に近づけることができます。これが覚醒という秘術です。力を目覚めさせます。技術は成功です。やっぱり真の力に目覚めるのは熱い展開ですよね。私もアニメや漫画を見ていて、たまに覚醒してしまいます。まあ、それはともかく。覚醒は悪魔の育成の中ではシンプルな部類です。気に入った悪魔は、まず覚醒を目指してみるといいと思いますよ。霊視はストレンジシグナルで集めるのがいいでしょう。霊視を集めてまたお越しください。チェケラ、今日も絶好調。みんな、お疲れさん。本部から通信があったみたいですよ。オーケー、確認しよう。何？ああ、どうやら俺たちに新しい任務みたいだぜ。その名もデビルバスター、つまり悪魔討伐だ。それは一体？悪魔ってのは
全部が全部 D2 に刺激されてるわけじゃない。世の中の裏側で密かに活動する危険な悪魔の存在も確認されてる。いわばはぐれ悪魔、放置すれば危険な連中さ。こいつを秘密裏に討伐するのが俺たちの任務みたいだ。なるほど。とにかく任務の内容を確認してみましょう。この任務はストレンジシグナル。悪魔が放つ奇妙な波動を解析してはぐれ悪魔を発見してるそうだ。ただその信号は不安定でいつもキャッチできるわけじゃない。覚醒についてはバンマの社の巫女さんが教えてくれるぜ。霊視を見つけたら行ってみるといい。とまあこんな感じで様々な任務があるみたいだね。他の種類のデビルバスターもそのうち出てくるはずだ。できるところから少しずつやっていこうぜ。無事だね。こんにちは。いらっしゃいませって、テンプラドラゴンか。もう来たんだ、早いね。ライブ感は大事だろ。あ、ルーキーも。なんていうか相変わらず悪くないけど地味な顔だね。そうですか。私は好きなタイプの顔ですよ。エアガンの標的としてですが。面白くないな。もっと美少女とか美女とかそういうの仲間にしてこうよ。男じゃつまんないよ。見た目や性別は共感指数に関連しませんから。そんなことよりこちらの事情は分かっていますね。早速捜査に。ああ無理無理、私まだここでバイトしなきゃ。 What？ 今月さ割とピンチなの。妹と弟に新しい靴買ってあげたいし。アコライツと戦うのが面倒だからではなく。それは否定しないけど、ガチでバイトだから。私貧乏なの知ってるでしょ。まあそれなりに。次のイベントまでに新しいコースも作りたいし稼がないと。
何が悲しくて、私が水着でウェイトレスやってると思ってるの？では、合流はなしですか？ソンシャンは行くでしょ？チョークイーター、カモン！呼びました？あ、メガキン、リカさんと誰でしたっけ？あれ？初見？前に一度会ってますね。スマホ越しでしたが。じゃあ、ちゃんと紹介した方がいいか。こいつはソンシャン、コードネームはチョークイーター。中国からの留学生、スパコンの研究だっけ？そうですよ。ついでに言うと趣味はサーフィンとホラー映画です。ソンシャン、あなたは捜査に加わる。 Horror films I get, but what kind of computer nerd is also into surfing? その前に一つ、その新米さんの腕を知りたい。 I guess it's Japan, there's a lot of water there. チームワークが大事だっていう教訓を与えてくれる。そしてチームワークは互いを知ることから始まるものですから。てわけで一戦よろしくお願いしますね。来い、僕の悪魔たち。になれたかな。へえ、君結構やるんですね。なかなかのものじゃないですか。満足されました？もちろんです。これからはよろしく頼みます。それじゃあ私は仕事に戻るから、頑張ってね。電子ドラッグですか。80年代からあるアイディアだけど、実際の成功例は少ないはずだな。せいぜいテクノやトランスといったミュージックでハイになるってのが関の山だったような。けど VR 技術を合わせることで強い効果を得やすくなったと。そしてそこに悪魔の効果が加われば、まあ何かしらできますよね。調べてみますか。では町に。ここで十分ですよ。こいつを使って調べます。いつまでもアナログな聞き込みに頼っていては日が暮れますよ。うん、操作の基本かと。お、あった。チャイニーズ系のネットワークでも話題になってるみたいですね。電子ドラッグは実際のブーツが必要ないから、拡散されたら凄まじい勢いでどこまでも広がってしまう。誰もがそれを警戒しているみたいですね。みんなが情報を持ち合ってるので意外と簡単に。何かあったか？あー、やっちゃったかな。なるほど、そういうこともできるのか。何がですか？悪魔のこういう使い方ってありなんだな。なんだ、どうした？この電子ドラッグの線を追っていくと、どうも特定のサイトにたどり着いちゃうんですけど。ただそこにその罠ですか？ですね。
しかも悪魔付きです。何？ネットワーク経由で来るのか。この技術すごいな。感心してる場合じゃねえだろ。デビルダウンロード。割と危なかったですね。That was so close. 完全に油断してたぜ。おい、ソンシャン。まあまあ、相手が罠を仕掛けたってことは、ここがビンゴですよ。知られたくないものがこの関連にあるんです。強引にセキュリティを突破してみましょう。たまにはハッカー気取りも悪くないです。おかげさまで、おおよそのことが分かりました。ハングレ連中が襲撃かけた際に病院送りになった被害者、つまり電子ドラッグの販売員の方から当たりをつけたんですが、彼らは同じ組織に所属していたようですね。街角で法外な値段で絵画を売りつけているグループです。そいつらろくなことしてねえな。ショットガンでミンチにしても両親が痛まなそうでいいですね。で、その絵画販売グループですが、現在も新宿で経営中です。そこに少しお邪魔しに行ってみるか。よく経営できてますね、そこ。あのさ、どうしましたか？長居するんならチャージ料が欲しいんだけど。You know, you make plenty of money from killing demons. Maybe go kill demons. You don't have to show your titties to people. Hi, Maido. So, じゃ早速その販売所へ。いらっしゃいま。ちょっと初めからクライマックスすぎじゃん。殺す殺す殺す。ああ、さっき見かけましたね。ああいうの今東京で流行ってるの？ちょびっとだけな。来るぞ。僕の悪魔たち。慣れたかな。
れか。さっき悪魔を呼んじまったせいでアコライツどもにここに俺たちがいるってバレたか。こうなると急いだ方がいいですね。だな、行こうぜ。何？どういうことなのこれ。ヘイアイリーン、よく聞きな。うん、遠慮することなくその男からチャージ料を取りまくれ。俺が強化する。マジ？やった！あ、指名料もいいかな。 Of course。急ぐぜ。あのさ。はい。ここがアコライツにバレたならこの後も敵襲があるんじゃ。なるほど、なおのこと急ぐ必要がありますね。いや、そうなんだけどさ。そうなんだけど、そうじゃなくて、この店大丈夫ですか。なーに、アイリーンがいるんだ。なんとかするだろうさ。ノックダウンさせたやつらからチャージ料も取れるんだ。みんなハッピーさ。指名料の半分は私の懐にダイレクトアタック。まあいいか。またのお越しをお待ちしております。噂ではこの辺でやってるらしいんですけど。電子ドラッグの販売ですか。あ、いや、絵画販売の方です。電子ドラッグの方は頻繁に場所を変えてるみたいですから。あ、見つけたか。しまった、やってしまった。地獄の底からのリメイク版、昨日から公開だった。ホラー映画か。初日のレイトショーで行くのが好きなんですよ俺。相変わらずですね。悪いなルーキー、こいつはこういう感じだ。まあ平たく言うと変わり者だな。ひどいです、メガキ。あなたから映画の話を延々聞かされるとそう思いますよ。そんな、映画の話は普通でしょ。特にホラーならみんな盛り上がる。スプラッタなんて最高です。君もそう思いますよね。ですよね。彼女らにはそれがわからないんです。本当に優れたホラー映画には必ずその表面的な恐怖や物語以上の意味が込められてます。ロメロ監督のゾンビは優に及ばず、ジョン・カーペンターやトビー・フーパーといった一見社会性はないとされている監督たちの作品でさえしっかりと分析すれば。 But Sam Raimi, there's lots of social commentary in Evil Dead. 周知の事実ですよね。例えばベトナム戦争によってアメリカ映画はニューシネマの、まあこういうやつさ、後世として優しく受け止めてやってくれ。なんでかわいそうなやつを見る目で僕を見るんですか。もう分かってくれないな。誰もが思うじゃないですか。例えばこういう薄暗くて怪しい路地裏、ロマンを感じません。物陰から何か出てくるんじゃないか。濡れた地面には見知らぬ虫が。当たり前の世界なのにそこに感情が揺れる。それって、わかります。テンプルドラゴン、こういう路地裏を銃を構えて進みたくなるロマン、わかります。それは違うロマンですね。そういうのじゃなくて、もっと、あれ、なんか向こうから来るな。あれは、あの感じ、悪魔ですね。はあ、いい
な。実にホラーっぽい。デビルダウンロード。ふぅ、こいつらなんでこんなところに。向こうから来ましたね。ナイス、ここだろうな。行きますか。潜入開始です。この度のお買い上げの決断、大変に素晴らしいです。やはり一度きりの人生ですから、最高のものに囲まれていたいですよね。当店が取り扱う絵はかの有名な、そして世界的にも評価される現代美術家の頂点にいると言っても過言ではない。4年に一度行われるハイパージャパンフェスティバル。 I see absolutely no art on display in the shop. It looks like an office building. It's really a shop. ああ、漫画表紙の盗作だって大炎上した5年前の事件。あの沢田正宏の絵の最上級複製原画ですから、お客様も満足されることでしょう。お金よりも大切な豊かさを手に入れる、素晴らしいことです。よくしゃべる店員だぜ。ライムするわけでもねえし。それでは契約書の方ご用意させていただきますので、そのままお待ちくださいませ。失礼いたします。画廊部分はゴージャスでしたが、奥は質素なんですね。ただの事務所って感じです。有名芸術家の作品のコピーをバカみてえな値段で売るんだ。強引な手段を使ってでも契約を結ばせるためじゃね。なるほど。同様の理由で奥に通して逃がさないようにするためとか。ま、何にせよ都合がいいですね。ちょっと調べてみましょうか。こいつはいますね。扉の向こうです。逃がさないために奥にか。ひょっとして俺たちのことを初めからバレてたんじゃ。なるほど、誘い込まれたわけですね。 I mean, they're undercover disguises, just their normal clothes, soYou know, that could be it.
りあえず勝ったけど。こいつはまずいな。次々に来るぜ。脱出しましょう。行きますよ。無事に逃げられはしたが、情報は得られなかったな。もう一度行きますか。数揃えたところで向こうも同様だろう。厳しいな。大丈夫ですよ。もうやるべきことはやりました。先ほどの事務所、起動している PC があったので、 USB メモリ経由で俺が昔作ったマルウェア流し込んでおいたんで、情報は順次俺の指定した場所へアップロードされていきます。驚いた。やるじゃないか。ただ一つ問題が。そういうわけにもいかないかな。 Like the one who literally has his name on his shirt. How undercover are you? 向こうの方から俺たちを追いかけてくる人が。なるほど、確かに問題だ。顔がない。ホムンクルスですね。準備完了。行くぞ。戦っている最中に動きがありました。ちょっと待ってください。うん、やっぱり俺たちのことを報告しています。つまりその相手が元締めだと。おそらく。あ、いや、お金の流れもあるようだし確定かな。でもこれってどうした。電子ドラッグ販売と偽物を法外な値段で売る画廊、その元締めは現代美術家の沢田雅宏だ。I unlocked another one of these leveling quests. Then just set it on autopilot again.Because I've been at this for 2 hours and I'm bored with it.